これは？とても綺麗な色でしょ。あなたの瞳の色にも似ている青空の色。ああ、何？何なの？あんたといるとなんだか胸があったかくなる。こんな感情本当に久しぶりだな。俺のものにならないか。そんなにキラキラした目で見つめてきて何されたって文句言えないぞ。なんだこの状況は。まさか闇の魔力で眠らせようとしている。あのちょっとルーファス。あ、そうなんですか、よかった。でも本当にカタリナに何もなくてよかったです。これからはもっと慎重に行動してよね。まったくだ。気をつけてくれ。わかりました。それにしてもカタリナ、さらわれていたのになんだか異様に肌がツヤツヤしていませんか。そうですか。いつも以上に快適に過ごしていたとは言いづらいわ。お、それはどうしたんですか。え、その首の跡ですよ。ああ、虫に刺されたみたいです。虫に刺された。はい、ルーファスにベッドに押し倒された時に。ベッドに押し倒された。一体どういうことですか。その昨晩突然ベッドに押し倒されて、その時に首を虫に刺されたみたいで、ルーファスはきっと魔法で眠らせようとしたと思うんだけど。はあ、また虫が。ペースを合わせてゆっくりと待っているうちに、これでは気づいた時には奪われているかもしれませんね。もう待つのはやめましょう。別の人に取られたら我慢ならないですからね。